おはようございます。今日はですね、起きたということでお腹が空きました。はい、私今日お店で寝てましたということでね、結構前からね気になってるねフルーツサンドっていうのをね食べたいと思って、今日はそれを買いに諏訪町に来てます。はい、ということでね、フルーツサンドを購入しに、はい、八百屋カフェに行ってきたいと思います。ここはね諏訪町です。諏訪町をずっと通っていくとあるんですよ。ということで行ってきます。八百屋カフェに行ってきます。買ってきました。八百屋カフェでフルーツサンドというものを買ってきました。はい、フルーツサンドとスムージーなる飲み物を買ってきました。はい、私全くフルーツサンドもスムージーも飲んだことがないので、はい、今からちょっと緊張してます。買う時も緊張しました。何を買っていいか分からなかったので緊張しました。なので今からそれをお店に行って食べようと思います。朝日が眩しいです。歓迎してくれてます。これです。これがスムージーなる飲み物です。はい、ちょっと飲んでみますか。あ、おはようございます。これはバナナ牛乳です。バナナ牛乳ですね。スムージーなる飲み物、バナナ牛乳です。これはバナナ好きのナス兄さんとしてはかなりうまいです。はい。甘さも控えめでいい感じのバナナ牛乳です。はい。あとね、フルーツサンドはね、ちょっと食べながら歩けないのでね、お店に戻って食べたいと思うんでよろしくお願いします。一回現地から以上でした。はい、ただいまですって感じで帰ってきました。ね、このスムージーたる飲み物、俺はほぼシェイクですね。はい、そしてこれですよ、僕の初体験フルーツサンド。今日のおすすめは何ですかと聞いたらば、パイナップルがおすすめですと言われました。はい、ナス兄さんはフルーツの中で一番パイナップルが大好きです。すごいね、匂いがね、すごいパイナップルの匂い。これです、パイナップルのフルーツサンド。多分食パンに生クリームにパイナップルだと思いますけど、ね、世の女性はこれが好むというんで、僕はこの未知なるフルーツサンドというものを
食べてみたいと思います。すごくね、匂いはねやばいね。もう俺がカブトムシだったら八百屋カフェ木柳さんのところに飛んでくね。すんげー、この匂い超やばいよ。匂いでお酒飲めるね。いただきます。うん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 、すごいね。なるほどなるほど。ね、なんて言えばいいんですかね。まあ一言で言えば美味しいです。何なんでしょうね。パンと生クリームと、しかしこのパイナップル、いつも俺桜のでパイナップル買うんですけど、全然違いますね。甘みと熟し方がすごく、このパイナップル美味しいです。桜のって言っちゃダメなんだな。本当にね、このパイナップル超美味しい。うん、なにこれ、ケーキ。ケーキですよね。うん、やばい、このパイナップルはすごくジューシーです。うんうん、なぜあサンドイッチってことですね。うん、フルーツのサンドイッチっていうことですね。これはデザートなんですかね、試食なんですかね。これは朝ごはんでスムージーと、これ朝ごはんでいいと思います。はい、うん、すごいな、マジこのパイナップル美味しい。超熟し方がちょうどいいね。うん、うん、おいしい。なるほどね。これが今話題のフルーツサンドと呼ばれる食べ物じゃ。うん、うん、すごいね。うん、おいしい。ごちそうさまでした。うん、なんか思ってたより全然美味しかったです。なんかコンビニとかにさ、サンドイッチコーナーとかにフルーツサンドとかってあるけど、絶対俺食べない。うん、なんか食べたくないみたいなね。なんでパンにフルーツ挟んでんのや、邪道だとかって思ったけどね、その概念がね吹き飛びました。これは美味しいです、フルーツサンド。なんなら今度、まあ、今から行ってバナナのフルーツサンドも買ってこようかなって思います。絶対イチゴとかもね美味しいですよね。なんか季節の多分、いや今シャインマスカットとかもあったんだよね。はい、北上市は諏訪町にある八百屋カフェ木柳さん、まあね、八百屋さんですね。はい、木柳っていう八百屋さんでカフェをあるんで、はい、だいぶ車とかも人とかも並んでるんで、行ってみてください皆さんも。
美味しいですよ。フルーツサンド好きな人はおすすめです。はい、本当パイナップル超美味しかったです。はいはい、うまかったです。はい、ごちそうさまでした。ということで今回は北上市諏訪町にある八百屋木柳さんの八百屋カフェのフルーツサンドとスムージーの紹介でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。